18日も全国各地で猛烈な暑さとなる見通しですが、熱中症で今月15日までの1週間に搬送された人の数が995.6人で前の週から7000人以上増加し、12人が死亡していたことが総務省消防庁のまとめで分かりました。総務省消防庁によりますと、熱中症で今月9日から15日までの1週間に搬送された人の数は9956人で、記事全文を読む。